こんにちは、こんばんは、おはようございます。24クッキーだよ。今日ね、ナビゲーターはクッキーでね、お届けしようかなと思います。さあ、ついに来ました。ここのレストラン、ラ・タベルヌ・ド・ガストンです。いやー、ついに来ましたよ。いやね、もうね、この日ね、台風が過ぎてね、とてもね、いい天気になりました。さあ、このガストン、さあ、もうね、予約しないとね、ここのレストラン入れないんですよ。ね、皆さん、必ずね、バケーショントラベーションね、アプリね、ダウンロードしてね、予約してね、入ってもらいたいと思います。さあ、順番決めた方がいい。さあ、衣装も可愛いですね。さあ、ついに店内に入りました。さあ、店内はね、こんな感じになっております。さあ、これこちらの絵、はい、先ほどの絵もね、もういい感じですよ。さあ、もう雰囲気バリバリです。ガストンって感じですね。さあ、ガストン、さあ、このチェスですね。これ映画の中にまたね、ガストンがね、やってるところなんですけどね、秒でね、チェスをぶっ飛ばしたね、吹っ飛ばしてやった覚えがね、確かあったと思います。いいですね。さあ、この絵もね、映画のワンシーンでありますね。確かおじいさんがね、確かどっか行ってる時ですね、馬車とかで。ね、この絵もね、すべてね、映画のワンシーンですよ、皆さん。さあね、このようにソーシャルディスタンスで並べていますね。さあ、この景色もそうですね、映画のとこですね。さあ、いい感じですね。はいはいはい、こちらの絵も映画のところですね。ベルのお父さんがね、歩き回ったところです。さあ、これはね、ガストンがね、ガストンの生き別れの兄弟です。はい、上真ん中からね、ポストンですね。左がヤストン。はい、こちらね、ガストンの生き別れとなっております。おっと、さあ、これ木ですね、あの樽がね、お会計になってると。さあさあ、来ました来ました、ついにね、ついに自分の、もう腹ペコで、もう朝から何も食ってねえんだよ、おい。もう、こんなもん、来た来た、俺だ俺の番だ、お前全部食うぞ、お前。はい、ということでね、来ました。さあ、早速ね、もううまそうですね。もうこれもう早く食いたい、もうナビゲーターしてる場合じゃねえんだよ、もう早く食べたいんだよ。さあ、一つ目のね、品をね、紹介したいと思います。はい、こちらですね、ハンターズパイとなります。ハンターズパイ、いや、美味しそうですね。これ生き別れのガストのね、鹿さんが描かれますね。いや、もうこれいい色だ、お前。もういいぞ、ガスト、お前。さあ、早速ね、食べていきたいと思います。美味しそうですね。もうこれたまんねえよ、俺。もうこの色がもうたまんねえんだよ、お前。あ、美味しい。美味しい。これやべえな、これやべえぞ、お前。めちゃめちゃうまいぞ、おい。これ中にビーフシチュー入ってて、これあったかくていいんすよ、これ。これ見てください、これ。ビーフシチュー入ってる。これね、秋から冬にかけてね、寒い時期にこれ絶対持ってこいです。これマジうまいっす。半端ねえよ、おい。ほら、こんな感じ、ちょっとね、食べかけて、ちょっと申し訳ないんですけど、これビーフシチューね、これ入ってんすよ、これ。半端ねえ。さあ、続いて、2つ目ですね、ご紹介したいと思います。フレンチトーストのね、サンドとなります。フレンチトーストサンド、あ、素晴らしいですね、このコーティング、素晴らしい、この色合い。これ砂糖ですかね、砂糖ね、この黄色と白の、もう素晴らしく混じり合った、このファンタジーなね、魔法がかかってますよ、これ半端ないね。さあ、中身ね、おお、これすごいな、これこれなんだ、これ中身なんだろう、これチーズですね、チーズ入ってるよ、これ。これは、そしてポテトですかね、ポテトが入ってます。フレンチトーストなんでね、これなんかいい感じ、うまそうだな、おい、マジで。はい、食いてみよう、お前。はい、こうしろ。食べるの、うめえ、うめえ、うめえぞ、おい。これマジ、表面はね、甘くてね、中はね、甘しょっぱいって感じですね。いや、これ完璧ですね。いや、これ絶対食った方がいいよ、これディズニー来たら食った方がいい。さあさあ、これね、ラスト、あ、ラストじゃない、間違えた、これ食ったんだよ、これ食った、もう完食だよ、お前。もうめっちゃうまかったわ、これ。もういいぞ、ラスト、お前、もう最高だな、お前、お前が主人公だよ。チョコ後のデザートということでね、スイートスイートガストをね、ご紹介したいと思います。さあ、いいですね、これマンゴームースとかね、でも赤い色が多分これゼリーだと思うんですけどね、
このガストンのね、このマッチョクッキーもね、いいですね。さあこれどうですか、これ皆さん、これ白いの多分チョコレートだな。うまい、これうまかった、マジでうまいよこれ、半端ないな。これガストンなんか目になんか黄色ついてなんかモザイクみたいになっちゃった。お前まうまいよ。あ、美味しい。ガストンいただきます。いやうめえなこれ、最高だぜ。おいガストン、お前やっぱもう美女と言えちゃう、お前ベルと結婚した方がいいよ。はは、最高だぜ。さあ最後はね、このなんだっけな、ビッグバイトクロワッサンですね。骨付きね、クロワッサンとなっております。中にソーセージが入ってるんですけどもね、これもう美味しそうです。もうお腹ね破裂しそうなんですけどね、もうちょっとね食えねえって感じなんですけども、ちょっとね頑張りたいと思います。いやーこれも美味しそうですね。いや結構お腹いっぱいだな。さあね早速ね、食べていきたいと思います。はい、ということでね、もう死にそうです。もう全部食いました。いやもうこれ破裂しそうで、もう動けねえよこれ。破裂しそうで動けねえよお前、半端ねえよ。いやもう本当にねガストンね、レストラン、もうとてもとても美味しかったです。僕のおすすめのハンターズパイとね、フレンチトースト、この2つめちゃめちゃおすすめなんでね、ぜひぜひ皆さん食べてみてください。はい、さあここからはね、店内の様子をね、様子をねちょっと映していこうかなと思います。もう美女と野獣のね、もう全てが入ってます。もう映画の通り、アニメの通りですね。さあこれは何でしょうかね。ん、これは何だ、これ水かな、これ樽がありますけどね、ちょっとやってみっか。はは、おー水だ、おい水だ、こっから水出るんですね。さあこれね、もう全部ね一つ一つ、映画のワンシーンであるところですね。あ、いろいろ書いてありますよ。明日の天気は、雷です。パンです。さあいいですね。いやいいよ、俺ちょっとね最近ねディズニープラスにね入っちゃってね、美女と野獣にねちょっと感銘受けちゃってね、いやもうちょっと今見てるんですけどもね、いいですよねあれね、ディズニー映画とマーベルとかもね、全部見る。おお、お前はあれはヤストンじゃねえかお前、ヤストン、地下がいっぱいあります。さあさあ店内をねちょっとねくるっとね、回っていきたいと思います。いやもう地下だらけだよお前、地下だらけだよお前。いやいいですね、もう皆さんもね本当にもう楽しそうにね、もう食いまくってますよ。あは、いやすごいです。さあさあさあどんどん歩いていきましょう。もういろいろ飾ってるね、これも一つ一つね全て意味があるんでね。さあ的当てがありますね。確か的当てなんかあったかな、ガストン。この樽とかもね、この汚さといいね、汚さっていうかね、この汚れ具合といいもね、いや忠実に再現されてますね。さあこれ、あーもうガストンの弓矢、弓矢ですね、あれでしかもね、やってたっていうことでね。さあさあさあこれはねチェス型のあの椅子ですね。さあついにねこれですよ、これ映画の座ってたこのガストンのね
さあ来ましたガソン、お前が主軸だバカ野郎、お前最高だよお前ガソン、お前レスラー最高だよお前。さあガソンの椅子ですね、ごっこにはスワンじゃねえぞ、抱えてますね。さあ毛皮のね、いやこれ座りたいね、座ってちょっと写真撮りたかったですけどね、まあできないということでね。いやーこれすごいですよ、こと細かくね、このねなんか汚れとかね、いやーすごいですよこの再現。そしてこれ焚き火ですかね、ああ滝のね暖炉ですよ。あそしてガストンのね飲んでるねグラス、さあさあもうね忠実に再現されてますね。いやーちょっとねディズニー好きにはたまんないですよこれ。いやーいいですね、おーあれクマさんかですかね、クマのプーさんです。あーこれも全員もうガストの親戚だよお前、ガストの親戚の鹿ばっかだよお前。さあもう店内をねぐるっとね、見回して、これもね形意味あるのかな、なんかいやすごいですね、いや本当にねぜひ来てほしいね、あ絶対予約ねしてくださいね皆さん。あはさあこれはね、食事し終わったらね、ここに捨てろということですね、ゴミ箱です、ゴミ箱。さあいいですね、もう回ってるだけでねワクワクするんですよ。あさあこれ帽子ですね、あこれもいいですね、うん。あそしてこれはダーツですかね、これガストンとあれですね、誰と勝負したんかなこれ、お前誰と勝負したんだよ。あルフですね、ルフだっけな、確か子分ですね、ガストンのね、なんか子分がいたんですけどね、そのガストンがねダーツに勝ったということで、いやすごいですね、おい、まあこうやってね外でね食事もできるんで、ね、さあ皆さんもね来た時は外でね天気いい時をね、食べてくださいね。さあということで今回は動画は以上になります。さあ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ガストン最高、ありがとう。